皆様、本日はですね、こちらのオクラをね、使ったね、特製ダレにつけるだけで簡単にできる、超やべえ、やみつき、秒殺オクラ、作っていきたいと思います。はい、パチ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 。で、今回もね、特製ダレにね、つけるだけで簡単にできるレシピになってますし、で、今回はね、美容、便秘解消、ダイエット、疲労回復、夏バテ防止、動脈硬化予防とか、もう本当にね、体にもめちゃくちゃ美味しいレシピになってますので、ぜひ皆さん真似して作ってみてください。ということで、早速やっていきたいと思います。まずは、オクラの処理。ここの、これね、この紙の部分だけ取って、で、板ずりをしたいんですけど、産毛を取るのと、あと、味染みを良くするために。適量。塩をこうやって振って、もう、熱湯の上からやっちゃってください。こんな感じで。あのね、板ずりね、やるとね、やったらわかるんだけどね、新鮮なオクラってね、めちゃくちゃ刺さるんですよ、手に。なんで僕はネットからお塩を振って、こんな感じでやってあげる方がいいと思います。で、オクラは今の時期、まだちっちゃいんですよ。で、そういうちっちゃい時期の時って、青臭さとか苦味とかが弱いんですけど、もう少し経ってくると、今の大きさよりも、大きいオクラがどんどん出てくると思うんですけど、そういう時は、1分間、下茹でとか、してあげてもいいかなと思うんですけど、もう基本的には生の方が栄養がめちゃくちゃ取れるので、生がおすすめです。結構よく板ずりしてあげてください。で、お塩の量は3ネットあるんですけど、で、小さじ2ぐらいだけど、まあ別に、多少多く振ったりとかして、小さく振ったりとかしても、この後、水で洗い流すんで、あんま細かく気にしないでください。結構僕はこの作業だけ念入りにやります。これの作業ね、念入りやっとくと、下茹でしなくてもね、青臭さとかそういうのも抜けるんで、よし、いい感じ。もう、よく見るとわかるけど、結構もう汗出てきてるし、オクラから。はい。こんな感じになってくれば OK。はい。そしたら、オクラはこの状態で、タレを作る時間だけ、このまま置いときます。では、早速、やみつきの特製ダレ作っていきたいと思うんですけども、まずは、こちら、清酒。こちらを50。それから、こちら、みりんですね。みりんも50。お酒50とみりん50の合計100を入れます。そしたら、火をつけてアルコール飛ばします。はい。いい感じにアルコールが飛んだら火を止めて、ここに味付けしていきます。まずはこちら。醤油。醤油大さじ2。続いては久々のあごだし、こちらは小さじ1、4倍濃縮ですね。普通のめんつゆとか白だしでも OK です。こちらは小さじ1。続いてこちら塩昆布、こちらを約大さじ1ぐらいかな、これぐらい。続いてこちら唐辛子、輪切りの唐辛子ですね。味が締まるんで、辛味はね、ほとんどないんで、味が締まる感じだと思っていただければいいと思います。まあ、たくさん入れたらそれは辛いんですけど、僕はこれぐらい入れます。続いてはこちら、生姜。僕はもう皮のままいつも通りやっちゃうんですけど、気になる方は皮、剥いてください。こちらをちょっとたっぷりめ。まあ、小さじ1ぐらいかな。まあ、ここはお好み量で。これぐらいかな。小さじ1もいかないかな。チューブだと多分小さじ1ぐらい入れた方がいいんですけど、生の場合はもうこれぐらいですね。続いてはこちら、チューブタイプのおろしニンニク。こちらをほんの少し入れます。入れなくても大丈夫です。だからほんの少し入れるだけで、やみつき度合いが変わってくるんで、ほんの少しだけ僕は入れます。これぐらい、もう小さじ2分の1もないね。小さじ4分の1ぐらい。もうほんと、数センチですね。これぐらい入れます。続いては
こちら砂糖を小さじ1、これ三王糖ですけど普通の砂糖で大丈夫です。そしたらお水100入れます。オクラはねそんなに水分が出る野菜じゃないんで、いつものそのキュウリとかのレシピに比べると少し薄めにしてます。そしたら火をつけて一煮立ちさせます。では一煮立ちさせたら火を止めます。そしたらこちらカツオ梅ですね。こちらをお酢の代わりに入れるんですよね。これがねちょっとめちゃくちゃ味のポイントになります。めちゃくちゃ美味しいです、これ入れると。こちらをお好み量なんですけど、まあこうちゃんがね梅好きっていうのもあるし、僕はこういう風にすると梅めっちゃ食べられるんで今回5個入れます。お好み量です。まあ4個ぐらいはでも入れてほしいかな。で今回はカツオのね梅干し使ってるんですけど、もうカツオがねぴったり合うんで、お好みの梅干しでも大丈夫です。ただ蜂蜜梅干し使う場合は砂糖抜いてください。すごく甘くなっちゃうんで。でこちらをこの種についてるねところも少しこう削ぎ取ってあげて、で梅干しがないっていう方は もちろんお酢でも大丈夫です。お酢を小さじ1から2ぐらい入れてあげてください。いやでもこれをね入れるからねもうめちゃくちゃ今回のやつはもう体にいいわけですよね。ただ梅干しってそのまんま食べるのって結構きついじゃないですか。もうこういう風にして食べるとねめちゃくちゃ美味しく食べられるんで、そしたらこちら潰していきます。こんな感じにねいい感じにすりつぶせたらさっきのタレに入れていきます。ではタレに投入で、ここに最後こちらカツオだしの粉、こちらをね小さじ1入れます。こちらねない方は食べる直前にカツオ節をかけるんでも OK です。すり切り小さじ1、あんま入れすぎちゃうとカツオが強くなっちゃうんでこれぐらいで。そしたら軽くかき混ぜて、ということでこちらで特製のやみつきダレ完成なんですけども、今回はねご家庭でもね用意しやすい調味料で作ったんで使ってないんですけども、先ほどねお伝えした醤油大さじ2のところを大さじ1にして、代わりにねナンプラー大さじ1にしてもめちゃくちゃ美味しいです。もう僕のね漬けシリーズではねよくナンプラー出てくるんで、ナンプラー使ってる方もたくさんいらっしゃると思うんで、もしね使ってみたらどうかなと思った方は使ってみてください。もちろん旨味がアップしてさらに美味しいんで、はい、ということで完成です。では最初に板ずりしていたオクラ、こちらをネットから出して流水でよく洗ってください。では流水でねよく洗ったオクラの水気を切って、さらにキッチンペーパーで軽く水気を取ってください。そしたらオクラのカットをね最後していこうと思うんですけども、ここのね額の部分、ここをねピーラーとかで削ぎ取ってここの先端だけカットするっていう方法もあるんですけど、僕はもう今回はこの本数をそれやるの皆さん大変だと思うんで、このギリギリのところでカットしちゃいます。この方がまあ楽だし、あとは味染みが早いです。なのでこの額の部分とこの尻尾の部分カットします。もったいないなっていう方もいらっしゃると思うんですけども、食べてる時のそもそも食感がこっちの方が美味しいです。なのでどうしても全部食べきりたいっていう方は額の部分削り取ってもいいですけど、こちらはもうお好みで。では綺麗にカットができたら綺麗なタッパーに入れていきます。こんな感じにね綺麗に敷き詰められたら、あとは特製ダレをかけるだけです。そしたらタレ入れてきます。
こんな感じに、いい感じに使ったら、あとは、もう、いつでも食べられます。はい、こちらで、超やべえ、やみつき、秒殺オクラ、完成でございます。では、早速、漬け終わった後に、実食していきたいと思います。では、早速、実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。そう。で、今回、一応ね、いろんな食べ方っていうことで、納豆と、こう、合わせるのもありっていうことで、刻んだやつと、あと、タレも入れて、納豆と混ぜてます。おにぎりと、これまだある？いや、もう、ほとんど。ほんと使った？あ、もう3分の1ぐらいしかないかな。じゃあ、いただきます。いい音するなぁ。最高だ。最高、うん、ちょっといただきます。ほんまにうまい。うまっ。めっちゃうまい、ほんと。うわ、おにぎりめっちゃ合うわ。これめっちゃ好き。めっちゃうまいね。やっぱこの梅がね、このほんのね、ほんのりした酸味を加えてくれて、うん、めっちゃさっぱりしてんだよね。で、僕梅単体だったら苦手なんだけど、梅が苦手な方もこのいう食べ方だったら、うん、めちゃくちゃ美味しく食べられるんで、ほんとおすすめ。マジでうまいんだけど。うめ、ということで、残り全部追加してきました。はい、ちょっとね、もうこれで終わりです。ちょっとこの納豆との組み合わせをね、ね、絶対美味しいじゃん、これ。うまっ。やっぱ食感ないよね。 うん、いや最高。うまいに決まってる。ちょっと納豆でね、いただきます。抜群に合います。出し切ってる。本当に美味しい。いや、これは本当試してほしいな。でもちょっと、うん、今回の量だともう作り置きになんないね、うん、秒殺だよ。うん、マジでこれ一つで相当ご飯いけるよね。めっちゃご飯に合うよね。うん、で今回納豆にしてとか、まあ、このまま刻まずにそのまま食べておにぎり食べてるんですけど、うん、刻んだのをその卵かけご飯にかけてもめっちゃ美味しいです、うん、なんで漬け汁も一切無駄なく使えるんで、タレとしてね。そうそうそう。じゃあもう残り3つしかないんで、はい、じゃあ俺は2個ね。はい、熱っ。この梅乗ってるところマジで美味しいよね。うん、うまっ。でもさ、本当にさ、梅めっちゃ美味しいんだけどさ、主張しすぎないじゃん。それがすごいね。めっちゃうまいと思う。俺はさ、梅本体でもさ、梅風味でもさ、何でも梅は好きなんだけどさ、つ、うん、ーちゃんみたいにさ、梅あんまりそこまで好みじゃない人でも、うん、絶対美味しくいける。むしろ、ないと嫌だよね。うん。じゃあちょっと最後ですね。こんなにおにぎりに似合う人あんまいなくない？うまい。うまい。てか、こうちゃんまず塩むすびも大好きだしね。うん。うん。ということで、本日はですね、つけるだけ、特製ダレにね、つけるだけでとっても簡単にできる、超やべえ、やみつき、
秒殺オクラを作らせていただいたんですけども、はい、まあ作るのもね、ものすごく簡単ですけども、まあこのシリーズね、ほんと皆さんに大好評で、うん、今回もね、もう味付け、このタレが本当におすすめなので、ぜひ皆さんに作っていただけたらなっていうのと、やっぱりね、このね、梅のね、うん、このほのかな酸味っていうのが、他のね、やつすごくバランスよく、調合を考えて作ってるので、むしろ、その何、梅が苦手な方もあった方がいいぐらい、うん、めちゃくちゃ美味しくいただける、料理だし、あとはもう体に本当にめちゃくちゃいいんですよ。でもね、夏バテにもすごくいいし、本当いろんなね、効果がある食べ物にもなってますので、ぜひね、いろんな食べ物に合わせてね、食べていただけたらなと思います。どうでした？でも本当に美味しかったし、俺はやっぱね、まあ、これ単体も美味しいんだけどさ、納豆とのね、うん、組み合わせは最強でしたね。最強。もう多分本当に体にいいって考えるんだったら、もうこの納豆とこれに豆腐の上に乗せればもう、あもう最強です。そうだね。最強です。糖質制限されてる方には、もうそういう食べ方もすごくおすすめかなと思います。はい。ということで、本日は以上になります。めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね！バイバイ！